マルノ級通報艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した通報艦で、同海軍では一等通報艦に類別していた。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する艦隊通報艦が主流であったが、 その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。全球は イギリス海軍から購入したフラワー級スループであったが、本級からフランス海軍独自の設計で行われ、船体は軍艦として設計されていた。本級は3隻の建造が認められ、マルヌ、イーゼル、総務巡航した。本級の船体は、平ら乾板型船体で概要でのしのげなみ製の良好なクリッパーバウ式艦監を持っていた。艦連の高い監視乾板上に、 10センチメートル速射砲、お棒立てのついた単装砲がで一機、その後ろに両脇に船橋を持つ箱型の環境が立ち、それを基部として簡素な単脚式の全部マストが配置。船体中央部に煙突が立つが、煙突の本数は造船所により異なり、丸布のみ2本でイーゼル、装務は1本煙突であった。煙突の周りは関西堤置き場となっており、 煙突の後方にクレーン一機により関西艇は運用された。左右の原則甲板上に片原一機ずつ 10cm 速射砲が一機ずつ配置された。後部居住区を基部として立つ短脚式の後部マストの背後に4番手法が後ろ向きに一機装備される。ありがとうございます。